かしがらないで、もじもじしないで、おねんねね。あらまあ、どうして？けどでも、わかるけど男の子でしょ。だからね、こっち向いて。今やいざ深き眠りより目覚めんとするとき、熱いお茶が入りましたよ。あ、うん、おう、雪が近いようだな。ええ、もうすぐそこまで来てるみたいですわ。モミンたち早く帰ってくればいいのに。子供は風の子さ。で、相変わらず森へ行ったのかね、モミンたちは。ええ、もう夢中で首飾りを作って、もう他のこと頭にないみたいですわ。そうだろうね、急がないと雪がみんな木の実を隠してしまうからね。の磨き方がうまいから、まるで宝石みたいだね。そんなに褒められると私恥ずかしいわ。本当だよ、世界一素晴らしいよね、スニフ。そうだとも、最高だよ。嬉しいわ。何よ、二人ともオーバーね。ちょっと見に貸してくれない？あ、やめて。ちょっとだけ一回貸してくれない？よせよ。ねえ、およしったらみー。大変だ。ちょっと待って。いい、謝るんだ。のんのんに謝るんだよ。あら、どうしてみーが謝らなきゃいけないのよ。みーだってそうじゃない、もっと強いつる草で作らなかったのんのんが悪いんですからね。みーのせいじゃありませんからね。みー誰がなっちったって君が悪いんだぞ。そうだよ。なんてやつなんだろう。ひどいよね。のんのん、泣くのをよしよう。みんなでもっときれいな木の実を探そうよね。そうだよ。
そんなことがあったのかね。まったくひどいよ、ミーは。明日から絶対仲間外れだ。まあ、仲間外れだなんてそんな意地悪しちゃいけませんよ。だって、意地悪はミーの方なんだよ。意地悪されたからって、意地悪してもだな。何にもないんだよ、ムーミン。ミーもきっと、心の中では反省してるんだからね。うん。ミーが帰らない。私心配で心配です。もしかしてムーミンに何か心当たりはないかと思って、これはひょっとすると昨日の事件に。昨日の事件ですって？何かあったんでしょうか？ねえムーミンパパ、その事件って一体。は何、たわいもない子供同士の喧嘩でしてね。ムーミン、三村姉さんに話してあげなさい。はい。とにかくその喧嘩が原因かどうかは分からんが、ミーが昨夜から帰ってないことは事実なんじゃ。皆さんで手分けしてミーを探し出してほしいんじゃ。ご覧の通り雪も間近、どこをうろついているにしろ一刻も早く見つけ出してやらねばなら。いや、それは言うなれば一大事、早速行動に移りましょうじゃないですか。ごめんなさいね、のんのん、まったくあの子ったら。いいのよ三村姉さん、私だって悪かったんですもの。いやいや、全くの話、ミーを探し出すことが先決問題であるにしてに。ね、三村姉さん、たかが子供の喧嘩じゃありませんか。すみません。本当にどこ行っちゃったんだろう。いや、ちょっと待ってくださいよ。わしは確か昨日ミーを見かけましたぞ。何ですと？ヘム姉さん、詳しく話してください。あれは昨日の夕方じゃったな。滝劇論の帰りじゃった。わしはその時はかけっこでもして遊んでるだろうと気にも留めなかったが、あ、そういやあの表情は何か固い決意をした顔じゃったわい。確かにミーはお寂し顔の方へ行ったんですが。ああ、確かですとも。この寒いのによりによってお寂し山なんか。いや、ありがとうありがとう、ヘムネさん、場所が分かっただけでも大助かりじゃ。寒いな、ミー凍え死んでなきゃいいけど。そんな、スニフなんてことを言うんですか。言うなれば君は極めてその無神経だ。いやね、そんなつもりで言ったんじゃね、ね、おーい、どこなのミー。さあ皆さん、この吊り橋を渡ればもうすぐに頂上ですな。ゆっくりと落ち着いてね。そう、気をつけて。ヘムネさん、そんな押さないで、おっぺさないでください。あの、ちょっと、みんな、待って、歩いて、やった、あれは一体。なんだ、なんだ。おお、霧だ。霧、いや、確かに言うなれば。あんな不思議な霧がこの世にありましょうか。ええ、皆さん、まったくあんな霧は見たこともない。しかもこんな昼日中に突然現れるなんて。これはまずい。あ、皆さん残念ながら引っ返そう。これ以上進むのはとても無理じゃ。クソ、お化け霧目が霧なくやってくる。皆さん、あたし一人でも行かせてください。な、何を言うんじゃねえ、三村姉さん。ああ、我が家へ戻って対策を練りましょう。三村姉さん、みんなあなたの気持ちはよくわかってるのよ。
わしゃ長年無民谷に住んどるが、あんな気味の悪い霧は初めて見る。ああ、まったくじゃ。わしの手に余る事件じゃ。一体あの霧は何でしょうかな。してにからに、してにがしてに、まあ言うなれば、私にもさっぱりですな。いや、もしかすると。もしかすると、いや、その古い書物で読んだ人食い切りのことを思い出したんだよ。そうじゃ、旅人を山道で迷わせて食べてしまうという恐ろしい霧の話じゃ。怖いわ。やめてよ。そんなことが本当にあるんでしょうか。もし本当ならミーは、バカバカしい、なんたる非科学的にして無知なことをおっしゃるんですか。こともあろうにキリンがストロークなんて。黙らせて、スノー君、君に科学的な説明をしてもらおうじゃないか。いや、ですにが、してにがしてに。私、こうしてじっとしてはいられませんわ。まあまあ、三村さん落ち着いて、どうぞ当分我が家にいてくださっていいんですからね。ああ、そうじゃとも。明日はですな、夜明けとともにもっと大々的に山狩りをして、ミーは必ず探し出してみせるから。でも、ひょっとしてミーが帰ってるかもしれませんか。ムーミン、お送りしてあげなさい。オッケー。あ、待って、僕も行く。私も今夜泊まってあげることにするわ。ええ、そうしなさい、そうなさい。足跡もない。手がかり一つ残っとらんな。盗まれたものは何と何か分かりましたかな。それが変なんです。変というと？ミーが大切にしてた毛皮のコートと長靴、それに毛糸の手袋ですわ。これはさっぱり分からんな。どうしてこんなことばっかり続くんでしょう。ミムラ姉さん。さあ、ミムラさん、さ、しっかりしっかりするんです。まあ、すごい熱。うん、それいいか。お、早速ベッドへ。水。早くベッドの支度して。早く。かわいそうね。心配事が重なりすぎたんだね。じゃあ私は他に仕事もありますから、これで。ご苦労様でした。ああ、なんの、三村姉さんのことはよろしくな。所長さんこそ一時も早く犯人を割り出してください。ああ、明日はミーの捜索隊を組まねばならんです。ああ、忙しい忙しい。じゃあおやすみ、ムーミン。おやすみなさい。お化けの霧に泥棒事件、それにミーの行方不明か。あんまりいろんなことが起こるんで頭がこんがらがっちゃうよ。ムミ、案外3つの事件は同じ原因で起こったのかもしれないよ。え？どういうこと？いや、僕にもまだはっきりとは言えないがね。とにかくミーが無事でいることは確かなようだ。本当？本当なんだね、スナフキン。うん。ムミ、その不思議な霧が出てくるところへ僕を案内してくれないか。え？まさか君までが人食い切りなんてものを信じてるんじゃないだろうね。当たり前だい。もうすぐだよ。ここを渡ろうとしたら向こう側からいきなり霧が湧き出したんだ。うん。見ろ、ムーミン。霧だ。砂吹き。怖がることはないさ。
ムーン、もちろん君にはこの中へ飛び込む勇気があるだろうね。おう、よし、何か起こっても絶対にこの手を離せるぞ。の方から流れてくるぞ。あれ、ほら、あ、ムーミン。そうだったのか。何のことだかちっともわからないよ。どうなってんの。はいや、ご同輩ようこそ。スティンキー、さようでガス。スティンキーでござる。我が輩が納得のいくよう説明を相務めるでござる。さあさあ、奥へどうぞお入りくださいな。ビトンビトンビトンビトトンタタ。あ、ミニミニ、どうしてこんなところに。ふっ我が輩たちの嫌われ者ガニもついに発見されたでガスな。嫌われ者ガニだって。あいあいさ、我が輩がモランと一緒についこの間作ったダニでさ。なんせご存知のように、アシとモランはムーミンダニの、言ってみりゃ嫌われ者でやんしよ。だから我々はこうして嫌われ者同士生活を始めたんでガス。かっこいいでガショ、そう思います。なるほど、それでモランが青い霧を煙幕代わりに吐いて人が寄りつくのを防いでいたってわけだね。あいあいさ、誰かが近づくと吊り橋がギシギシなって教えてくれるんだ。ミーのものだけが盗まれたって聞いたとき、こんなことだろうと思ったが、霧の正体だけはどうしてもわからなかった。盗まれたなんて人聞きの悪い。ミー姉さんがあんまり寒がるから我が輩が取りに行っただけでかすよ。君たちは困っていたミーを助けてくれた。そんな大げさなことじゃないんでかす。いや、あん時はまさにね、驚いたでかすね。普段元気なミー姉さんが泣きながら木の実を拾ってるんでかすからね。泣きながら木の実を。スティンキー、あ、そうでやした、ごめんなさい。ミー、僕と一緒に帰ってくれるだろう。いや、じゃあ僕らは失礼しよう。さ、ムーミン。うん。三村姉さんは君のことが心配で寝込んでしまったよ。いやー、夜明けでかすな。ありがとう、スティンキー。ミー姉さんには必ず帰ってもらうでかすから、ご安心を。だってあの人は我々の陰に住む資格はないでかすから。じゃあ頼んだよ。さよならでゲスゴドー、排泄者にお任せあれ。皆さん、いよいよ吊り橋ですぞ。でも今日という今日こそは青い霧の正体を突き止めれば。全くじゃ、ムーミンまで行方不明になったんだから、今日は手書きでも突き止める。間違いがなければいいな。絶対に突き止めてやりますから。待って、あよみよ。お、ムーミン。パパ、これは一体どうなっとるんだ。パパ、事件は解決したよ。どうどうどう。ムーミンパパ、ムーミンを黙って連れ出したことをお詫びします。でもおかげで事件は全て解決しました。山を降りてミーの帰るのを待ちましょう。ですの、これはいい話ですな。いや、まったくね。いじらしい、言うなればなんといういじらしい。スティンキーとモランが嫌われ者を名乗っていたなんぞということ、もうなんたるいじらしい。本当にミーは帰ってくるんじゃろうな。必ず帰ってきます。雪になりましたな。どうしたと言うんですか。え、ミーは帰ってくるんでしょうな。帰ってくるんでしょうな。え、帰ってきます。しかしそうは言ってもですな、実際は、あ、あた、
お揃いでガスナーゴ一度ステンキー、ミネさんのお帰りでゲスよ。おおミネ、まあの、お兄ちゃん、お兄ちゃんしっかりしてね、お姉ちゃんたら。ミネ帰ってきたのね。いや、よかったよかった、これで万事解決じゃ。ぜひ拝見したいもんですな、ねえ皆さん。では始まり始まり。行くわよ。ちょっと待って、綺麗って僕見えなくて、ちょっとあくち、で、うわあ本当だー、ビトン。君の名前を変えた方がいいんじゃない？賛成だね。そう、心優しき者のパニットでもしたらいい。照れるね、どうも。じゃあ皆さん、さようなら。あ、ちょっと、僕も帰るから、そこまで一緒に行こう。おやすみ、スナフキン。さよなら、モラン、スティンキー。ビトン、ビトン。さようなら。ビトン、ビトン。家のしつけはまことに厳しいものである。まずは言葉を丁寧に、言葉の頭に尾をつける。例えば大いばりの狼は大いばいばおおおいや、あ、スモーク系の、これまたしつけはまことに上品なものである。例えば道をば歩くとき、脇見をせずにまっすぐに、どこまでもまっすぐ、まっすぐ、まっすぐ行ったら、あ、川でしょうか、ああ